はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、ファミペイのメリットやデメリットについて解説、アプリサービス開始前にチェックということで、今回はですね、ファミペイのアプリがスタートする前なんですけども、現時点で僕が思うファミペイのメリットやデメリットについて解説をしていきたいと思います。まあ、ファミペイってっていうことなんですけども、一応ファミリーマートが今回ですね、提供する QR コード決済のシステムなんですけども、まあ、ざっくりとこんな感じですね。7月の1日からサービスが開始、7月の1日から31日の間は 10% から 15% の還元。で、上限に関しては2000円から3000円までが上限ということで、そしてアプリのダウンロードでクーポンがもらえたりとか、あとはスタンプラリーがあったりという感じですね。今紹介した内容については以前僕の動画でも紹介をしているので、下の概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしたらこっからは、ファミペイのデメリットからお伝えしていこうと思うんですけども、まずデメリットその1、チャージ方法が少ないということですね。今回はファミペイのチャージ方法として、ファミリーマートのレジで現金でチャージをするか、ファミマティカード、こちらクレジットカードタイプのものになるんですけども、その2つしか方法がないんですよね。僕はファミマティカード持ってないので、現金でチャージをすることになると思うんですけども、まあなんというかちょっと恥ずかしいんですよね。僕は結構な陰キャラなんで、毎回このアクションをすることに少し抵抗がありますね。まあ今後は無料送金アプリのプリンと連携をするみたいなので、それができればこのチャージについての壁は軽減されそうですね。デメリットその2は、使えるお店が少ないということで、現時点では、ファミペイはファミリーマートに特化しているので、全国のファミリーマートでしか使えませんが、まあ他社と比べると、飲食店など他のお店で使えないのは、ちょっとやっぱり不便に感じるかもしれないですね。セブンイレブンのセブンペイの場合は、セブン&アイホールディングスのグループ会社も、まあ今後使えるかもしれないという話はよく聞くんですけども、ファミリーマートは今のところそのような話も聞かないので、まあちょっと物足りないかなというふうに思いました。で、次はメリットをお伝えしていこうと思います。まずメリット一つ目っていうのが、キャンペーンが盛りだくさんということで、ファミペイのサービス開始と同時に、総額88億円が還元されるキャンペーンということで、とにかくお得なキャンペーンがあるんですよね。まあ4つありまして、ウェルカムクーポン、ファミペイチャージで最大 15% 還元、受けたわりギフト、ファミペイ利用還元、ファミペイすげー得チャレンジキャンペーンという感じなので、初めてファミペイを利用する人でもかなり入り口としたら入りやすい印象がありますね。メリットのその2なんですけども、電気代やガス代などの支払いにも利用可能ということで、今回のファミペイでは、電気代やガス代などの支払いができるようになってます。そして、1件につき10円相当のファミペイボーナスも付与されるので、まあちょっとお得ですよね。なので、もしですね、普段の電気代やガス代をファミリーマートで支払っている方がいらっしゃいましたら、ファミペイを利用することがいいと思います。で、メリットその3、スタンプや電子レシートということで、まあ今回のファミペイには、対象商品の購入ごとにスタンプが溜まったり、決済した後のレシートを電子レシートとして閲覧が可能になってます。なので、買い物するときに、まあ、スタンプが増える楽しさがあったりですとか、電子レシートでいつでも確認できて、ペーパーレスな生活もできるので、まあ結構いいのかなというふうに思います。ということで、今回はファミペイのサービス開始前の現時点のメリットやデメリットについてお伝えをさせていただきました。またですね、サービスが開始して使った感想など含めてまた動画にしていこうと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。